悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。膝によっきり、ああ痛い、いやここ痛い、めっちゃ硬い、痛い、ちょっとタオルなしで出させてもらっていいかな。知ってるよ。腰痛とか膝痛とかも、こっち側、まあ左の膝をかばってたのかな。こいつが膝痛によく効くやつね。めっちゃ痛いもんね。あとこいつ。痛い。内側後筋、内側の筋肉ですね。これがまた硬いんですよ、こいつ。痛い。耐えられなかったらストップだからね。さあ反対側はどうなることやら。痛い。でもこいつ。いい感じ。これがね、膝によく効くやつです。よいしょ、終わった。ちょっとストップしようか。何回も痛いですよって言ってるの本当だったでしょ。は音声が
お客さんね結構叫ばないので音声でね録音していこうかなと思ってますね。やっぱりこうやってね細かいところをね指でやっていくっていうのはねやっぱりね悶絶整体にはね効果的なんですね。で力任せにしないっていうのが悶絶整体ですから、これをねしっかりね受けてみてください。で足をねやっぱりね楽にしようと思ったら足を締め付けてあげること、温めてあげること、それをねやってあげるだけでもね全然ね足がね楽になってくれますから、ご自身でしんどい方っていうのはね温めたりとね締め付けたりしてあげてみてくださいね。では今からお尻を触っていきます。で頭からこう神経が出ててお尻の疲れを、まあ、腰の疲れとかあと膝の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんです。なのでねお尻しっかり緩めていきます。で私がわざわざ説明するってことは、そうめっちゃ痛いんです、頑張ってね。